それでは本日のステージのトリを務めますファイヤーダンスチーム火付け盗賊フューチャリング火車サラバンドさんをご紹介していきたいと思います。日本屈指のベテランプロフェッショナルファイヤーパフォーマンスチーム火付け盗賊は現役の国内 最老舗にして国最大最強のファイヤーエンタメ集団となっております。15年以上にわたるパフォーマンス活動を通して出会った世界トップレベルの実力を持つジャグラーやダンサーが火や光をテーマに集結し、驚きと感動のファイヤーイリュージョンをファイヤーイリュージョンで観客を魅了します。ダイナミックなファイヤーサーカス、幻想的なイルミネーションアートパフォーマンス、優美で妖艶なダンス、カリスマ的超絶ジャグリングが織りなす唯一無二のマルチファイヤーエンターテインメントは必見です。プロならではの凄技と特殊技術とハイテク機器を駆使した百戦錬磨の絶対に盛り上がる最高の余興として国内外で高く評価されて活躍中となっております。私も先ほど控室の方で準備している様子を見させていただいたんですけれども、すごく準備を見ている段階でも楽しいだなと思ってワクワクしております。爆発、延長、火力最大のパフォーマンスをぜひ皆さんも間近でお楽しみください。いや、ちょっとモデルさんがランウェイからちょっと抜けて退場されます。次のファイヤーパフォーマンスもとてもキラキラしていて、すごく楽しみな時間となっております。皆さん、ファイヤーパフォーマンスって見られたことある方いらっしゃいますか？ちらほら見たことある方もいらっしゃるんですね。私も初めてなんですけれども、はい、ちょっとどんなものかすごくドキドキしております。はい。それでは準備の方が整ったみたいなので、パフォーマンスの方に移りたいと思います。それでは皆さんお楽しみください。せっかくなんで、その前に後ろにいる方、よかったらもうちょっと席空いてるんで、前に来ていただけたら嬉しいかもしれないです、これからやるのは本当の火を使ったファイヤーパフォーマンスです。結構珍しいものになってますが、チーム名は火付け盗賊という名前になってます。火付け盗賊はどういう意味かというと、火をつけることで目を盗む、心を盗む、最後は、盗賊なので投げ銭をいただいこうかなというチームとなっております。それで、火付け盗賊のコーナーですが、ちょっと火を本当に使ってますので、絶対に小さな火災をしたから目を離さずに水上に上がってこないようにお願いいたします。それともう一つ、火付け盗賊で盛り上がるのとっても大好きです。すげえな、面白いな、思ってくれたらじっと見てるのではなく、よかったら拍手、歓声の方をいただけたら嬉しいかと思います。ではちょっと完成の練習します。今からこの火を食べますので、うまく食べれましたら大きな拍手いただけたら嬉しいかと思います。ではいきます。
I'm gonna go get some more.
Thank you.
まりいただきありがとうございます。僕たちですね、火付け盗賊というチームで日本各地いろんなところでショーをしています。せっかくなのでメンバー紹介をさせてください。火付け盗賊
いつもでしたらここから、投げ銭タイムに移らせていただくんですが、もう来ました皆さん、もう投げ銭の日からお帰りになるとは思わないので、ちょっともう一回手間なく女の子たちを紹介しなかったので、サラマンダラの紹介もしたいと思います。まずいいかな、投げ銭回してもらうよ。じゃあまずはマリアミリアさん、さやか、